The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. 내 번. 자, 아 캐스터링으로 사실상 HP가 빠지는 그릴스. 소신이 비가 난고산 노노일. 자, 럭시로 놓고 보겠습니다. 너희가 안 되시면 돼. 투스. 자, 캔 나게테. 아, 투스 연대. 어또 연대야만해. 마요기미. 사가미크라이. 사쿠가 마스터키 데크 빠지르. 자, 아시스 연대. 아시스 나게테. 캔 나게테. 아시스 연대. 캔 나게테. さあ遠距離戦もできるですね今回やはり結構強いですねあれ南からタッチさあ剣投げておっとトゥースはジャンプ C です。トゥースさあコンボ伸ばす。あっロイガー暴れ。剣投げてさあ2秒切っ。さあファーストじゃ関係したのか。タッチ B からクラッシュトリガーはジャンプで回避ガーキャン。さあロケしっかりしている。さあ拾える。うまいですね今。さあマイクメが通る。アシスト呼んで。さあアシスト釣れる。中段バレルから。さあこれはレインでバリルで足りないがフェンディルで足りる。さあラウンド選手するのはバージル。先方バージル。あ、先方バージル俺は好きですけどね結構ね。あ、本当だ、団子さんだった、ごめんなさい。さあ、バージル、アシストがいなくなって、まあ、1人の方が強いまであるんで、バージルはね、1C、6C、ガドレス、タチ、6B、ジャンプ、ジャンピー、ジャンシー、ロイガーが当たらないが、さあ、剣投げようとしたら潰されたと、恐らくバック引っかかって、さあ、バレルからワンコンボ、大きな目は、投げが通る、さあ、ここはバースト切っていく、ダルトゥース。ダウン取ってもう一回トゥースからさあジャンピオスに当たってさあ6秒が出てしまう。タッチビーガーキャンバックスダンエバックスタッチビーラントめっくりからさあガーキャンケアしつつさあゲンケン。あーガードできるわけがない。あ結構汚染緩い。さあ 2C6C レースまで当たる。ラウンド取り返すバージル。さあ崩れている。裏に入っているぞ。バックスからさあ剣なんかおっと 4D が強い。タチミ 3C バルトゥース。さあ前打ち目は取りません。 2C6C レイス。タチミ 6B から BBC ボイガーハウスでさあシャカシャカして中門ロケからさあコンボ。さあこれはバージルからもファクター溜まりそうですね。さあ受け身当たるで。おっとおそらく歯車これなんでしょうが、さあこれは結構バージルきつい形。さあバルトゥース位置を変えてバルトゥース引っかかるが、さあこれは攻められない。アシトがアシトがあー死んだ。これは相当きつい。さあバージル一人でなんとかなるのか。さあ立ち火がめちゃくちゃ強いんですが確かに。さあ時間を稼ぐバージル。ジャンピーカウンター。コパン 6B から BBC ロイガーダイヤ。さあボルテード。しかしほぼ隙はなし。ジャンエク対空からのリボルバーブラストと勝ったな。ダンゴさん、あなたからとても嫌な感じがする。どっかで空中受け身されちゃうかな。うん、そう、空中くらいできるんだったら空中くらいっていうのはありかなとは思う。マグニ有利ですね。まあ、ディスラプターを打ってるだけで倒せると。寄られたら飛行で逃げればいいと。さあ、HP 側がマグニートの狭間、2P 側がダンゴさんのノエル。さあ、開幕は下がってディスラプター、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 ディスラプター。さあ、簡単なゲームだ。さあ、まあ、ノエル側は足が速いんでね、結構無理やり触りに行ってもさあ、裏切って触りが、さあな、バージル、バージル、マグニート側投げて、足を蹴る。タッチ、6C、タッチ、2C、4D、DCC、CCC、CC、フレートス。からの、さあ、マイクには通る。なるほど。コパンを見てからしっかりマイクにと。2C から。さあ、下段でした。タッチ、2C、4D、ダッシュを蹴る。
ジャン C5 発からのコパンタッシュ、ジャン C5 発ヒネトス。さあコパンバレ、さあディスカプター、ディスカプターのコパンから中段ガードジャンプで逃げる。ジャンエが強い、アターム的8000枚でスプレッドしまうと。ラウンド戦するのはマグニート。さあジャンシが強い、おお判断が早い。クー投げ6C、8C、2C、6D、4D、8D、ジャンシ6発ヒネットス。ザイはさあ立ち回り、オファンタイプ。さあこっからでも2ターンが取れちゃうと。4発4発からの C5 発ヒネットス。さあ寝っぱなしを拾われてしまうとこっからも相当減りますよと。さあもう1回 6C から3C、2C、4D、ジャン C5 発ヒネットス。5番5番5番立ち B、 回し蹴りはジャンプで回避。さあ位置を変えてワンチャンス。ジャンエー空対空、さあつかざるない、イオンキはコパンにつくぜ。さあスクイーズが打てるが下段、DC、 なるほどノーマルヒットなので DC と。勝ったなマグニート。さあほっといて、 1P 側がマグニートのハズマ、 2P 側が千葉君のハズメ。さあハズマ戦は知ってるはずなんでいいか略ですが、おっとコパが頼む下段から。さあなるほど、ループできるか、できるのか。さあ最大ループからの下段、あれで狭間使い当たりたくなるんですよ。当たりたくなるっておかしいだろうって思うかもしれないです。ジャイジャイ、さあ下段ガード。さあカウンターなので繋がっちゃうと。さあ耳置きは強いですね。俺が絶対やらないんでみんな当たってくれるみたいな。やらないとは知らないだけなんで。さあカンでジャンピー、ジャンピー5発からの補正切りに行く。ジャンピー、さあ千葉君ゲージが溜まってきたわ、届かず。さあ踏んでしっかり連火。さあ千葉君じゃないみたいなコンボ精度。5番からジャンピー、2A、2C、アギト、アギトからジャンイエ、投げは抜ける。さあこの体力量取られた時が結構狭間きついと。さあランドセンスな千葉くん。さあフマジンが出ている。5番 2C から5番カッタタチビ、5番5番タチビからジャン2C、 5番さあバックスが通る、投げは抜ける。さあウェクサリー、ジャン2C カッタタチ残鉄しっかりしている。さあ 2B で拾い直して、さあダメージ十分、さあ HP ヤギと。さあ何を出しているか俺には分かりませんが、コパン投げ抜ける。さあ噛んでジャンプし、ヤギと投げ暴れ、座礁逆ノーマルなので拾いづらいが 3C 逆届かず、 4C グレン、 6B、 ああ寝っぱなし、しっかり 2B あったな千葉くん。1P が0の白面、2P が千葉県白面と。さあ同キャラ戦、開幕ファクター。さあそれを4デステップ投げ、三振からポータル。さあこのミスルはジャンプし、クレーンから裏回り上げと。さあホタル、タチは当たらない。
ジャンプシー、ジャンプシーのフリーアイ、ジャンプシーかぶせてダメージ取ってるのは千葉君。さあここしっかり C からアウトが当たらないが、さあ足から逃げるコパンタイク D2、 さあうまい風 DC からアウト、ゲーダンガード投げは取る、肩から押せを切りに行くが、肩からロープに当たっている、ゲーダンガード投げは抜ける、さあ立ち前戻す、さあナタシクゲージがいっぱい、カータジャンピーカウンター、立ち見からいい、そしてホタル、さあ千葉くんが強いぞ、さあ開幕パッカー、カータから西コパン、タチビコパン、コパン相打ち、そしてタチン3点数、さあバスク打てないところでアスタセン打たない、いい西コパン当たらず、西暴れ、空投げ抜ける、マイスでグレンからアギト、ジャンピー、コパンタチビー、コパン投げ抜け、早っ探し、ジャンプシーから前捨て、アギト、コパンが置いてある、ジャンプ A、空投げ抜ける、コパンタイク空中投げ、今度は通る、そしてオーバータイムできるのか、ザンテス、イシー、ホタル、イシー、タチシー、シップ、さあいいダメージ、そしてナタシ君のゲージはまた8つ、恐ろしい、ジャンプシー、コパンコパンコパン投げてるな、なぜかな、タクシ君ジャンプシカンタうまい、さあホタルから西立ち、西さあこれで締める、体力逆転、下段まだ残るが3C、飛んだところに 3C、 さあ取り返すな、タクシ君、さあ開幕ファクター、ジャンピージャンへコパンから補正を切りに行く、投げを抜ける、さあこのジャンプ C からやはりダメージが取れるとね強いですよね、このキャラは。ジャンシーで締めて、さあ肩が出ない、最速受け身、ジャンピーかぶせ、タッチ B から、さあ4C が出てしまうか、ジャンシー、わあファーストそこではなかった、勝ったのはナタクシ君、いやーでもなかなかいい勝負だったんですけどね。さあ 1P 側座ってるのは大将なたしくん、そして 2P 側も大将しんおくん、さあなたしくんが勝ったら優勝、しんおくんが勝ったら代表作戦です。さあ開幕パクター、当て身置いてあるが様子見、中段はジャンプで回避、ジャンピーかぶって連覇からワンコンボ、5番2へ2C、 5番 B2 へ紫のギア抜けている、2段ジャンプからバックジャイクダイク 4D、さあこれがシノ君ですと、さあカーター 6C 吹っ飛ばしての裏に入って、さあホタルが当たらず、しかしカーターも当たらず、コパンからワンコンボ、ジャンプシーで吹っ飛ばして、さあ立ち回りに戻る、体力有利はどっちとも言えないが、さあワンコンボ指導 D で落として、さあコンボ伸ばす、 6C からコパン、コパンが当たる、さあどうする、どっちだ今のはきつい、さあこれはレンジいる、いや足りなさそうですね、さあどうなる、コパン受け身を取らせて、コパン、さあランド選手はシノ君、さあ的を吐くか、コパンからタチミ 4D、片目継続直下しているが、今回獲得難しかったような、なかったような、さあシャーガーディが強い、巻き込んでいる、バレルからバレル引っかかって空港行きます、 D から、さあカーターダッシュ 2B 拾って、さあ 6C、 オブジェミどうなる、ゲーダンカード様子見から、さあゴリゴリしていく、さあケアできている、おっと潰れている、さあファクターからバスト使わざるない、さあしかしゲージ8つ、何が起こるかわからん、よし抑え込んで裏からしっかりガード、6ミ届かず、そしてテイクバレットレイン、うまい、勝ったなシーノ君、強い本当に、いやーほんと強かったねさあ終わったような空気になってますが、終わっておりません、1勝1敗で並んだんで、
代表者決定戦です。代表者決定戦です。